ちゃん。はい、あんちゃん。ここ、ミノアスキー場。ミノアスキー場。ミノアスキー場に今日は来まして。はい。今日何するんだっけ？SKK。SSK？ STT。STT。STT、そう。STT とは？スノートレッキングトレーニング。Yes! スノートレッキングトレーニング。STT や。STT。な、皆さん、ここがミノアスキー場です。かっこいい、ミノアスキー。かっこいいね。結構他県から来てますよ。で、あの一番上の方に見える峰がミノア山。ミノア山といえばな、これアダタラ連山の一つで。アダタラ連山。おう、アダタラ連山の中では一番高いんよ、うん、ミノア山が、うんうん。ちょっと何メーターか忘れたけど、1700、うんうんうんか。うんうんうん。まあ後でな、うん、あの降るやろ。うん、降る。な、アダタラの本山がこれより低いのに、うん、こっちはあんまり有名やないやろ。うん、大概ほら。八ヶ岳でもさ、一番高いとこが主峰とか言って、うん、赤岳やな。赤岳。でもここは、この主峰としての一番高いところは主峰になっとらんのよ。うーん、なんで？なんで？なんでやろうな。わかんない。うん、まあ一番登りやすくて一番わかりやすいとこ主峰にしたよ。うん、だな、うんうん。まあそういうことで、今日は安達太良連山の一番高い山と言われてる箕輪山に STT スノートレッキングトレーニングで参りたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、では参りましょう。まずレストハウスやな。レストハウス、休憩するの？ですね、おトイレ行きますよね。おトイレタイム。それでチケット買いますよね。チケットタイム。水飲みますよね。水飲みタイム。でタバコ吸うでしょ。タバコも吸う。そんな感じですね。はい。リフト乗り場。ここからリフト乗って、ちょっと、うん、稼ぎますよ。はい。雪や。雪ですね。スキーやるには最高やな。これ二人分ね。これ二人分や。これ。リフト券。リフト券な。片道600円。片道600円。降りはないんですって。下りはないの。下りないよ。足で降りてくるの。下りは足で降りてくるんだ。足で降りるか滑って降りるかどっちかやな。シリシド。ケツで滑るかどっちかやな。シリシド。な。おお、ほら、木半分ぐらいだいたい埋まってるな。あ、なんか綿ぼこりっていうか、なんていうの、綿帽子か。綿帽子か。綿飴みたいな。あ、かわいいな。はい、これ、皆さんご存知おなじみのあのカンジキ、プラスチックカンジキくんなんですけど、これ最初からのプラスチックカンジキだとね、あの愛禅がつけられないんですね。12本爪とかの愛禅が。なのでここ布のベルトに変えて改造してみました。こうするとこのプラカンって結構軽くていいやけど、これで愛禅、12本爪の愛禅もつけられるよね。もうそうするとあのかなりのこの走破性を発揮してくれるんじゃないかと。今日はそれのお試しで やってきましたね。ポンちゃん、はい、これちょっと試してみるね。はい、な、今日は、はい、ですね、このアイゼンの付け方はですね、簡単なんですけど、ここにまあ足を置きますね。それでこの一番長いのをまずここに通します。こうね。そしてこれを反対側の前の缶のところに通します。ね、こういう感じで、これを今度こちらの缶に通しますね。それで、まあ、ちょっとここでねキュッと締めてもらったんですね。こんな感じでピッ、よいしょ、キュッとね。ほんでここですよ。どうですか、この感じ。よいしょ、ね、で余ったらね、こここう入れてね。ほんでもう一回こんな感じで、どうでしょうね。こういう感じでつけていただくとね、ええ感じよ。ええ感じ。ええ感じな。
はい、こんな感じですね。それで完熟してきましたね。どうや完熟？まあ、あんま重くなくていいやろ。重くはない、そんな沈まんやろ。沈まん。雪山やね、ポンちゃん。綺麗だね、おんちゃん。雪山、ポンちゃん。綺麗や。綺麗やな。風がぬ、寒いで。寒い通り越して冷たいやろ。ごっつい寒いの。もうちょっとや。うん。ほっぺたが痛い。そうやろ。バラクラバ登場やな、うん、やっぱりバラクラバやろ。バラクラバ登場や。持っててよかったバラクラバ、うん、持っててよかったバラクラバ。なんてはメガネが曇ること言えてる。雪の芸術、ああ、ガスってきました。ガス、もうすぐ頂上やね。行ってみます。ここや。ここが箕輪の頂上や。ああ、雪のモンスターになっとるよ。スノーモンスターや。これね、夏は標識なんですけど、今はもう全然雪がついちゃって雪人形って感じですね。うん。じゃあポンちゃん、頂上に来ました。箕輪山の頂上でーす。万歳。万歳。どうだ。なっとるな。山に抱かれに来た。Yes.スキー場に着きました。いや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 、今回はちょっとですね、新しい感じ機の改造版を試してみたんですが、途中で檻の途中で壊れてしまいまして、そっからつぼ足です。ズボ足、ズボ足のつぼ足の、はい、じゃあこっから、スキー場アルバイトして帰ります。はい、今アルバイト達成して降りてきました。